じゃあすいません、お願いします。はい、すいません、お願いします。こちらお願いします。はい、はい、お願いします。はい、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 ありがとうございます。こちらお願いします。30周年ということですが、まず初代の平子さん、どうですか？あ、そうですね、本当に私が12、3歳の頃に母が初めてこうネイルアートをアメリカから持ってきた時にずっと私も一緒にこうネイルを楽しんだり、小学校なのにこうネイルアートしながらバンドエイドつけて学校に行ったり、なんかいろいろ本当にネイルに関してはたくさんの思い出があるので、もう30周年とか本当すごく、なんか嬉しいですね。南さんはアンバサダーということで、はい、まあ、今回参加されてますがどうですか？はい、そうですね、まあ、こうやって30周年という、まあ、記念する、時に参加させてもらえたっていうのも嬉しいし、そういう、ネイルアンバサダーというすごい、まあ、大役に選んでいただけたっていうのもやっぱりすごくありがたいし嬉しいですね。はい、あのネイルで言うと、まあ、昨日もニューヨークで、はい、なんかファッションショーの方に参加されたみたいで、はい、そうですね、あのネイルのショーにちょっと出させてもらいまして、あの日本のネイルをアピールしてきました。日本のネイルってまあ、世界に比べるとどういうところになんか特徴があると思われますか？やっぱいろんな国をちょっとこうやってネイルのお仕事でも回っていて、いろんな国のネイルをちょっと見ているんですけども、やっぱりその繊細ですね、ネイルが日本は、あとやっぱりなんて言うんだろうな、日本にしかないデザインとかそういうものもすごく多いですね。だからもっともっと日本のネイルアピールできたらいいなと思います。平子さんはどうですか、その中学生の頃からされてきたネイル、はい、まあ、30年経ってますけれども、どのようななんかネイルがこう進化したとかそういうのありますか？そうですね、なんか本当に私がネイルアートした頃っていうのは本当にマニキュアをしない人もいるくらいな時代だったりとか、なんかこうネイルアートすることがすごく派手に感じたりして、本当に一部の人しか楽しんでなかったものがどんどん本当に広がっていって、もう今ではもう本当にしていない人がいないんじゃないかっていうくらいネイルアートが広まってると思うので、本当にこの30年で本当にネイルがどん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 進化しているなって思いますね。あれともちょっとネイルはカメラに見せてシンプルなんですけど、これなんかテーマとかあるんですか？テーマは特にないんですけど、なんかこうブルーな気分だったんでブルーの、変なブルーのブルーを塗りたい気分なんです、はい、これ一つ部分、一つ、あ、全部ブルーにはなって、あ、でも一箇所だけちょうど、はい、そうです。これはなんかなんとなくこう一本だけこうアクセントつけようかなって思って今日自分で塗ってきました。なるほど、はい、アキナさんは、はい、私は今回ちょっと今ニューヨークから帰ってきたばかりなので、ちょっと今回ニューヨーク のネイリストさん、日本の方なんですけど、はい、にやってもらったんですけども、ちょっと宇宙っぽい、はい、ネイルにしてもらいました。いつもはちょっとスカルプで長め のネイルが多いんですけども、今回はジェルにして、はい、見ました。ネイルって結構その、まあ、いろいろ、ね、爪傷んだりとかあると思うんですけど、お二人のそれぞれのなんかケアの仕方とかあるんですか？そうですね、私の場合はこうオーガニックのオイル、例えばアーモンドオイルだったりホホバオイルだったり、あとはそうですね、シーバターとか、そういうものをこう、まあ、ペンに全体もいいんですけど、特にこう甘皮のところとか常にしっかり塗ったりしてますね、はい、まずそのネイルアートをするとネイルが傷むっていうでもちょっと変わってきたかなと思いますね。やっぱり今いろいろこう進化といいますか、はい、しているので、爪が傷んだりとか、じゃあ施術の時に傷むとかっていうのはまずないっていうのも、まだ体験したことない人には分かってほしいなっていうのも思いますね。でケアとしてはやっぱそのいくら綺麗にしても、じゃあ手がカサカサだったりとかするとやっぱネイルアートがちょっともったいなくなっちゃうので、やっぱりそのこまめにまあね、クリームを塗るっていうのと、ネイルオイルをもう、いつも塗るように、寝る前とかも塗って、そのこまめにそれをやるようにしてますね、はい、もうファッションの一部だと思うんですけど、やっぱ翌日の服装とかもやっぱネイルが中心になってくるんですか、それとも服装に合わせてネイルをしたりとかあるんですか？そうですね、そういう時もありますね。今日は例えばなんかこう黒とかのマニキュアとか塗った時はなんかちょっとこういう格好にしようかなとか、なんかちょっとパンキッシュにしようかなとか、
なんかこうマニキュアの色によって服装が変わることもありますね。私もやっぱりその時のなんか気分のお洋服のテイストに合わせたりとかっていうのが多いですね。でもやっぱりもうとにかくネイルを一番に考えているので、うん、そうですね。